あったっけ。増やされたこれ。もしかして。タスク増やされてねこれ。ちょっと早かったかな。ボスちっちゃくなってる。ナイス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 。面白かったよ、センターさんの動きが。クロムさんの帽子がちっちゃくなってて二度見しちゃった。引き返して引き返して。本当だ。そんな帽子あるんや。新しいやつ。びっくりした。あ、本当だ。ちっちゃ。耳分かる。ああ、手の手足消費。死にますよ、そんなこと言ってると。テク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 ニシャン。アマングアス界のテクニシャンといえばこの私、先端恐怖症ですよね。テクニシャンという言葉を聞いてまず真っ先に思い浮かぶっていうのは、まあ、仕方ないと思います。黄色水色、黄色水色、押すか。ボイシータスク、はい、ナイスオープン。ちょっと立ってるかわかんないけども、おっしゃいました。いきまります。クロムさん、その帽子どこで買ったんですか？これあの GU で買いました。GU じゃあ大学で自由買いがちなんだよ。わかる。公爵買いがち。パジャマとかもいい。うん、ああ、そうなんですね。パジャマとかもいいが。ワイシャツとかも。GU とさ、ユニクロってさ、なんか同じ系列なんだっけ？同じ大元が同じなんだっけ？水色、水色。2人だね。2人、アーカイブ、2人、アーカイブ、2人。知ってた？ここできるらしいよ。あ、今電気室行くの怖いな。タスクの配置があんまよくない。じゃあこう、次は今飛んだ？ベントで超高機メイン。はい、はい、バイタル見てました。12秒前です。クロムさん、12秒前、はい、あ、クロムさんの死体がメインホールの真ん中にありました。うわ、見ちゃった。これベント移動見ました。お、あら、昇降機からメインになって、で、すぐ昇降機1、1になったんで、たまたまかなと思ったんですけど、弁当ですね。最後の最後。最後、藤宮がミーティングで、確か誰か上がってきたと思いますけど、行ってはいない。貨物室に朔也さんがいて、僕は、朔也さんを一瞬だけ視認した後に、上の方に抜けました。今、最後ですか？もう本当に10秒前とかで大丈夫です、本当に。12秒前で弁当移動だったら、最後シャワー室のとこに黄緑、水色、白がいましたね、うん、でオラフ君が見つけたって感じか。そこら辺弁当も使えないし。ああ、うん、武器さんってどちらからシャワーに来られました？あ、でも最後、まあ、いいですよ、最後の10秒だけで。そっか、はい、で、あと誰だっけ、梅健さんと角木さん。あ、はい、接客からキッチン行くぐらいだったと思います。あ、多分オラフ君が僕見てくれてるアーカイブシャワー室で。梅健さんは難しいかなって感じですね。うん、で、梅健さんと
僕とグルタミンさんが最後シャワー室ですね、3人が、うん、そう、うん、で、昨夜さんプテアさんが神殿図を見てないけど、昨夜さんを一応プテアさんを見てて、藤宮さんは僕はミーティングです。エンジンで、センターさんが扉開けて左に行くのを見てから、配線エンジンの配線やって、宿舎昇降機ミーティングって上がってます。ウキンチゾニキさん、ゾニキさん上行ってます。ゾニキさんはキッチンとセキュリティしか行ってないんです今回。あ、エンジンルーム脇、通信室武器庫キッチンで停電なったんで戻ってっていう動きです。あ、で、プテハシさんとキッチンで一回会ってるぐらいか。え、そうだっけ、会ってた気がしますけどね。僕は覚えてないわ。いや、弁当は昇降機ともいいんですよね。え、ちいち。あ、浮いちゃってるから。ボタンは、あと一応、まあ、一方通行の情報ではある。うん、はい、しました。はい、なるほど。私ぐらいか浮いてるの。いや、一応プテハシさんもプテさんもワンチャンできるかなっていう。まあ藤宮さん、まあ、僕もまあ外せはしないと思います。外せはしない。うん、シャワーに梅健さんと柿さんとグルタミンさんでしたっけ。はいはい、で、ではなそこ3人は無理。一応梅健さんはアーカイブからシャワー入ってるし、それを一緒に視認してるんで。先端さんの弁当情報ってそれって寸前ですかね、今。して12秒前。コメが鳴る前ぐらいに、昇降機1メイン1あって、メイン2になって、昇降機1になって、あっと思ったら、コミナリ1、2、3、報告ぐらいです。で、メインだろうなと思ったら、あの上メインでした。じゃあ多分さ、シャワー室3人は無理かな、そこまで来れないかな、うん、そう、メイン2っていうのがそうですね、まあ、うん、藤宮がはしご上がったとしても結局メイン2があるから、うん、メイン2の人いないですよね、だって、うん、で僕最後はしごがで上がってくる音も聞いてるので、うんうんうん、僕目線はインポスターが飛んでミーティングに来たのかなっていうので。あ、はしごの音2回あったってことですか、藤宮さん的には。自分が上がった音と、ああ、ね、リポスターが上がった音、はい、最後だからやられるって思ったらリポートが立ったんで、うん、じゃあ消しようとしてたんかな。そのはしご登ったっていう人いないですもんね、まあ、全員の証言的に、ね、うん、僕の嘘もありますけど、だからまあオラフ君は弾けるのかなっていう。まあ、僕ずっとシャワー室いたんで、うん、はい、他の人から多分。ラフ君は12秒前だったら不可能です。あ、そっか、12秒前か。ゾニキさんが浮いてるんか。浮いてる。で、プテアさんも。プテさんも僕見てないので。まあそうね。最後の作家さんを一瞬だけ見たっていう情報しか、他の誰にも会ってないから。うん。うん。どうしますか、これ。釣りますか。いや、釣らなくていいのかなと。僕含めて一応3人いますし。と、あ、キッチンあった今。じゃあどこどこか。見鳴らして武器庫行くか。見鳴らしてね、直して。オレンジ、黄緑。昇降機の下で、昨夜さんの死体がありました。多分犯人ベント使ってますね。宿舎前のところ閉まってたんで、ドアが。ああ。ああ。昇降機か。
え、ゾニキさんめっちゃ怪しいんですよね。なんか動き的に。的になんか、はい、置いてきてるんで、あの、昨夜さんでしたっけ、レポート。はい。そう、昨夜さんがいて、なんだっけ、あの、置いて、リアクターになったんで、右側行こうとして、まあ、最終的にメインあたりでセンターさんに会ってるんですけど、タイミング的に。込み直したのは、俺、こう直したとか、その周辺にオレンジ、黄緑、青、ピン。めっちゃこれ、直近のキルで。あ、一応、今、このボタンを押されてるんでしょうかね。3秒前に進展図見たら、2人とも死んでました、3秒前には。まあ、そうですね。キルクール的にも、まあ、こっちも直近。カキさんもコミュニーだっていうことですね。カキさん、コミュニーいたんですか？え、カキいました。カキさんはね、武器、武器庫に行きました。いました。はい。武器庫行ったの見てます。じゃ下側？でも、上に行ったかな、その後。そうなんだ。いや、どうだっけな。先端カキ昨夜の順番でそのエンジンら辺ですれ違ってて、まあ、その辺います、うん、多分オラフ君と私のローラーメイン多分ここら辺に私自身点多分先端さんあでも待って弁当あるんでしたっけオラフ君自体いやもうゾニキさん右行かれたなら切って右行ったんかなと思いますあメインで先端さんに会ってるというかういうメインというかエンジンから昨夜さん置いて、メイン昨夜さんはどこに置いていったんですかリアクター左直してたっていうはい、から直してるから下回りで右行こうと思ってメインまで行かれたんですかはいでメインあ失礼エンジンからメイン入ろうとしたぐらいで先端さんに会ってるんでベントというのであれば先端さんも一応あるけどオラフ君がめちゃめちゃ怪しいかなとは思ってますまあ、まあ、オラフって最初浮いてたんだったら結構ゾニキさんだから入れちゃいましたそうです、ね、オラフ君まで作れば多分しましょう多分センターさん難しいと思うんで、うん、オラフ君までお願いしますいやーゾニキさんとゾニキさん見えてない見えた見えてないよね多分うんナイスボタンはい一応最終位置洗っときたいそうですねうちみやミーティングいます貨物です、グルタミンは昇降機右のところですね俺全然浮いてるんですけど誰ともすれ違うさっきのやつは僕は診察室が梅健さん、はい。で先端さんがメイン、うん。ゾニキさん見ました。僕は見えてなかったと思いますね。ゾニキさんから見えてたのかもしれないです。僕はもうゾニキさんがメインに弁当移動して無理やり先端さんにつなげたのかなとか思えなくて、うん、まあ全然もうローラーしてもらって大丈夫です。なんかそこで先端さんがあんまりゾニキさん見てないっていうのは僕目線もゾニキさんで落ちてると思ってるんで。弁当の容疑者が。そうラフ君はセルフしてないっていうのは出てるので昨夜さんの心電図情報であああそっか実施もいいなかな実施点は初日浮き位置だったのがゾニキさんで、まあ、あと藤宮さんだっけとちょっとガージさんちょっと、はい、でしょで、うんまあ、僕は誰とも見てなかったけどゾニキさんなんか僕のこと見たとかも言ってたしまあ対抗場に上げなきゃいけないだったらゾニキさんだったから昨日は入れちゃった僕釣らないんだったらカキさんの話したいですね。釣るなら僕に入れてもらっていいんですけど、ねはいうん、僕は釣らなくていいと思います。そう。カキさんもそのエンジン付近で見てるので、僕は、まあ、通信室に行った人とかの話も聞いたらいいですよね。先端カキ昨夜の順で僕は武器庫からエンジンら辺ですれ違ったのはゾニキさんです。あで、黄緑、青、ピンクがその辺にいた。うんうんゾニキさんはおそらくまあその証拠を聞きるだとすると、うん、さってなった先端さんがワンちゃんカキさんどうなんだろうまあプテンハシさんも一応浮いてるので僕なんか常にあんまり誰とも会えてないな、うんうん、じゃあ分からないです先端さんは初日あれよアドミン情報を出してるけどあーそうだよな僕ゾニキさんを殺しに行ってますねあー確かに色残りないよねさすがにないよね
おもつあったっけ、増やされたこれもしかして。タスク増やされてねこれ。でも逆に終盤ここまで見に来る人いないと読んでの貨物タスクやるか。誰も来ない読み。ありがとうございます。うん、大丈夫そうかな。うん。落ちたかな？落ちてる。落ちたと。うん。じゃあ、かきさんの話を。うん。さんが武器庫あたりでしたっけ？武器庫通信。武器庫通信エンジンの左、そう、まあそこら辺です。なんか僕が多分一番最後ぐらいの通信室で、その時に武器庫の方に行ったんがかきさんだったと思う。うんうん、であとのゾニキさんとかセンターさんと僕はエンジンルームの方行ったんですよね、あと咲夜さんも、うんうん、で藤宮さんも先多分一番先に開いて、ね、多分ボタンと思うんで、うん、梅ケンプテさんですか、うん、まあそう、まあ、僕は容疑絶対かかっちゃうと思うな、まあ、一応グルタミさんも浮いてはいるぐらい。グルタミンさん、あ、グルタミンさん貨物って言ってましたっけ最後。貨物脇で、いや、証拠右です、ね。証拠右、証拠右か。最後貨物なら僕。60秒経ってない。梅健さんも診察室真っ先に出してくれたからそんなに黒いというほどではないかな。ね、キラありますかね、一人の2連続キル。ただ直近で咲夜さんも柿さんも見られてるからないと思いますね。あ、そうですね、あ、なるほどね。生きてる状態もね、うん、そうそう、うん、あれプテアさんどういうルートで貨物来ました？キッチンからセキュリティ電気診察貨物です。あれ俺電気室通って診察室で来たけどプテアさんいたかな、どうだろう、僕はすれ違ってないね。今誰喋りました？今梅健ですね。梅健さんか、うん、でも消去法で僕視点やっぱプテアさんが濃ゆくグルダミンさん時点ぐらいですよね、うんうんうん、まあ、僕は柿さんも一回も見てないから、そもそもその通信室に行かなかったからね。そうですね、下来てるなら柿さん見てないですよね。うん、まあ、うん、ちょっと引き続きタスクします。誰ですか？入れてもよかったかな。だったらもうあれかもな。入れました。ああ、まあ確かに。これも入れました。これはよいしょ。シュッシュッ、色色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 色配線？配線か。な。死んじゃいませんように。やべえなこれ。しか見てないな。
なんかずっと上り下りしてる人いる。黄色、白、黄色。もう次はないのか。俺に次はないのか。なるほどね。おお。なるほどね。藤宮さんが死んでるのか。ずっと登ったり降りたりしてたの誰ですか。登ったり降りたりしてたのは僕とメキンさんとプテハシさん。うん、そう。グルタミンさん。で、なんかグルタミンさんも来たよね。はい。いつ死んでるのか分かんない。僕、多分僕がめちゃくちゃ登り降りしてたかな。でも、そうね。グルタミンさんは難しいかなって。って思いますね。あの最後あの上り降りした後初期機の右でグルタミンさんがこうヌーン乗ってこう右に行くのを見てるんで、まあ、いつかわかんないですけどね。だいぶなかったから。まあ、とりあえずリアクターの右直したの僕ですね。あ、絶対グルタミンさん白だと思います。もうあのその最初の段階からもうミーティングにグルタミンさんとずっと同じ行動をとってて、グルタミンさん目線も僕無理ですよね。多分時間。そうですね。最後まで。あ、じゃあ助かるな。梅健さんってあのはしごから離れたタイミングってありましたっけ。いや僕は、リアクターになる、なる時ぐらいからもうはしごのとこ登って降りてやって、ね、ミーティングの助け合ってまた降りてみたいな。だから僕は先端さんかプテアスさんかのどっちかだった。僕もリアクターになる前からあれやってましたよ。いやでも最後がいなくて、右最後昇降機右プテアスさん行ったと思うんですけど、そうだけどそこで直してすぐに僕左に戻って、はい、梅健さんがそれを見てると思うんだけど。そうですね、プテアさん最後はミーティングルームなんか来て、うん、すぐ折り返してまたなんか降りてきましたね。そうね、降りてきたという、うん、最後俺けどシャワー室ぐらいまで行っててそこで僕は一応トニキさんを釣り殺してます。どうします、まあそうだね、釣るなら今ですけど、うん、キックします。サナキ好きやな。いや僕じゃないから、ここの状況だとあんまりもう飲みたくない。もう4人になっちゃうから。いや、まなんか待ちたい気がする。ちょっと僕はスキップ入れますね。梅健さん、グルタミンさんがさっき容疑者だったけど、ちょっと いやマジか。行くんか、これ行くんか。いや終わんないっす、すいません。ちょっといや終わるしかな。 LINE のつなぎと LINE 切りで、まあ終わるんですけどね。いやマジか。ナイスファイト。すごい、すごい、いい粘りです。ファイト。結構今死んだのどこですか。最後コックピットで、しかも死んでから結構1分は経ってたと思うから。ああそうなんだ。ワンチャンあるかと思ったけどスキップ入んないですね。序盤で殺した。そうっすね。あ、怖衝動で。そう、なんかプテハシさんが僕目線最有力候補だから、プテハシさんが降りてくるタイミングで僕も登ってを結構繰り返してた。あ、そうそうそう。しかもなんか上健さんとタミさんがどっちもいたからやだな。そうだ。多分キル起こりそうだから。キルクールたまんねえとか言われたらどうしようとか思いながら。ボタンもね少なかったし。いやまあありがとうございます。え、ベント見えてた。トニキさんベント出てきて僕はボタン押した。はい、あ、そうだったんだ。いやドキドキでしたよ。なんかやべえと思った。ゾリキさんがベント見られたってやった時。ああそうなんだ。しかも LINE 繋いできたから、えどうしようと思った。じゃないんですよ、あの目視されたんですよ先端さんに。えほぼほぼ。え、マジ。あ、そうなん。全然気づかなかった。1回目の初手ボタンを押された時に、メインから、昇降機に飛んでキルしようかなっていう感じのタイミングで。いやマジか。で追っかけてミーティングルーム一緒に追っかけて登ってキルしようと思ったんですけど届かず、ボタン押されて、あ、これやばいなやばいな。マジ言われるかな。ちなみになんですけど、ゾイキさん、ゾイキさん、ちなみに俺も弁当気づいてないっす、はい、あれだから。あ俺別にゾイキさんが弁当から出てきたのは知らなかったっす。だから、あ、なるほど、僕の事故ですよ。なるほど。あともう一回エンジンルーム、キッチンからエンジンルーム行った時にオラフ君とセンターさんに見られてると思って。え、嘘。だからめっちゃ弁当行ってやん。いや全然気づかなかった。弁当は見えなかったっすね。あ、弁当見えなかったんですけど、あの、はい、エンジンルームにいましたよね。センターさん追っかけようとして引っかかってたんですよね。へ
なんかすげえ位置にいたな。マジか。トラフ君目線意味わかんないだろうと思って、これ絶対トラフ君を撮影しようと思って、トラフ君切ろうと思ったんですけど、まあ、サクヤさん切るかってなったっていうのが、あの、切るんですね。いや、でもいい切るです。僕、誰か上がってきたときに、あの、その、ミーティングボタンを押そうとしたときに、誰か階段の音聞こえたら、絶対押すようにしてるんですけど、はい、たまたま防げてたのか、それで。階段の音2回聞こえてましたね、確かに。うん、そう、だから、そういうときはもう、殺されそうになる。危ねえ、マジか。先が、後ろから筋肉の先が。